はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、超 PayPay ペペ祭り、年に一度の超超お得な1ヶ月が始まるということで、今回は久しぶりの PayPay ペペのキャンペーン情報ですね。以前ちょっとしたまあ動画にしたことあったんですけども、それに加えて追加情報もありましたので、それも含めて最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回こちらですね、超ペイペイ祭りね、日の超お得な1ヶ月間ということで、まあ、以前ね、動画で紹介した時もあったんですけども、まあ、ちょっとロゴが変わってますね。新しくなんかキャラクターも増えてるような感じです。で、始まるのが本日動画を上げる次の日からですね、10月の17から11月の15日までとなっております。 で、キャンペーンとしたら11月の15までなんですけども、お店によったりとか、そのキャンペーンによっては開催日程がですね、結構バラバラだったりするので、まあ、そこは結構最後の方にですね、またまとめて日程をお伝えします。 で、ちょっと詳細に入る前にですね、以前僕がね、10月ペイペイ熱厚い件についてということで動画をアップしてるので、まだ見られてない方はぜひそちらを見ていただければと思うんですけども、で、今回はそれに加えて追加情報のキャンペーンと対象店舗についてお伝えします。ちなみに前回の動画でお伝えした動画はこれらの流れとなってます。ま、あ今回はこれにプラスアルファが加わるということで、加わる内容はざっとこんな感じとなっております。 ま、あせっかくなんでね、上からサラサラとお伝えしていこうと思うんですけども、まず最初は超ペイペイジャンボフィナーレ、一等最大100%還元。これちょっと後ほど詳細お伝えします。次に、はま寿司で10%還元ですね。ま、あ普段からね、はま寿司利用される方はね、使ってみたりもいいと思いますね。で、次はガストやシャブ用で10%還元ということで、ちょっとここに書き切れてないんですけども、ガストやシャブ用以外にも、ジョナサンとか、バーミアンとか、あとユメアンとか、ステーキガストも対象となっております。 他にも、このオリジン弁当とかですかね。これ多分関東の方かと思うんですけども。 次にタクシーのディディですね。こちらも10%還元となります。で、牛角であれば10%還元。これはですね、牛角はなんか場所によっては GoToEat キャンペーンの対象であったりする場所もあるみたいなので、まあそれと組み合わせてもいいと思いますね。次に天丼天夜。こちらも10%還元。で、オンラインの部門ではこちらですね、Yahoo で毎日1回総額1億円当たる PayPay 祭りくじですね。こちらも開催されます。他にも PayPay モール、バイバイストアであったりとか、これ後ほど詳細をお伝えするんですけども、 ン百貨店の40%還元あとこちら、フルというところでも3%還元ということですね。ちなみにこのフルっていうのは、まあ、つい最近その PayPay ペペが使えるようになって、まあ、それに加えてのキャンペーンということだったんですけども、実際このサイト自体はそのふるさと納税ができるサイトということになってます。なのでね、ふるさと納税して、さらにね、還元を受けることができるっていうのはかなりお得だと思いますね。しかも上限が結構すごいです。 一回の決済で戻ってくるのが2万5 0円相当で、トータル期間中であれば10万円相当まで戻ってくるということになっております。そして先ほどチラッとだけお伝えしたこの超ペイペイジャンボフィナーレとサンプル百貨店。こちらについてせっかくなのでちょっと詳細お伝えするんですけども、まずこちらのサンプル百貨店ですね。 こちらなんですが、サンプル百貨店とペイペイのペイペイ残高払いの支払いで40%戻ってくるということですね。これサンプル百貨店知ってる方であれば結構お得っていうふうに感じるかと思うんですけども、まあ、実際にサンプル百貨店がどういうサイトなのかっていうのを簡単にだけ解説したいと思うんですけども、今出てるのが実際のサイトなんですが、結構ですね、いろんな商品を扱ってます。ドリンクであったりとか、加工食品であったりとか、普通にお肉とか野菜とか、 まあそういったものを結構お得な値段で販売されているものですね。で、例で言うと今出しているものがこちらの SL スーパーカップであったりとかいちごショートケーキのスーパーカップですね。この商品の場合は48個入っている状態でお試し費用として3835円ということなんですが、ここにですね、1個あたりの値段が79.9円という風うに出てます。 これが普通に定価で買うと194.4円なので、それが79.9円で買えるっていうのはめちゃくちゃお得なんですよね。しかもこれが税込みと送料込みなので、もう本当にね、まあもちろん48個もアイス買うことはないと思うんですけども、無類のアイス好きの方からしたらね、このサンプル百貨店で購入するってのはめちゃくちゃお得です。しかもそれの40%還元って考えたら、結構えげつないですよね。で、次にこの炭酸水も例に挙げてみたいと思うんですけども、この商品自体は 490ml のウィルキンソンの炭酸が24本入ってる状態 状態でそれでお試し費用として1990円これも税込みと送料込みとなっておりますで1本あたりであれば83円、まあ、もちろんねこの状態でもすごく安いんですけどもさらにここからの40%還元を受けることができるというなのでね本当にもしまとめてね何かしらものを買うのであればサンプル百貨店は本当におすすめです で、今回がそれの40%が戻ってくるキャンペーンということなんですけども、気をつけてほしいのはここなんですよね。日程がですね、2020年の11月の9日から11月の15日までとなっております。なので、この動画を出している10月17からスタートするというわけではないので、ここは気をつけてください。で、念のため還元率と上限なんですけども、まず還元率は、ペペン残高で支払った場合は40%還元を受けることができます。 で、他にもペイペイの場合はヤフーカードであったりとかペイペイ後払い、そしてその他のクレジットカードでも払うことができるんですけども、それを行ってしまうと還元を受けることができませんので、ここはお気をつけてください。で、付与上限に関しては、1回に1000円相当まで、そして期間中はトータルで2000円相当までとなっております。なので、1回の利用で2500円分の決済をしたら1000円分が戻ってくるのと、期間中で5000円分であれば2000円相当が戻ってくるという計算になりますね。以上がペイペイとサンプル百貨店のキャンペーンについてでした。 で続きまして先ほどちょっとお伝えした超ペイペイジャンボフィナーレイイト最大100%還元キャンペーンなんですけどもそれがこちらですね「超ペイペイ祭りラスト2日間11月14日と11月15日ペイペイジャンボイ 当最大全額戻ってくるキャンペーンということですね。まあ、見ていただきたいのはここの日にちなんですけども、一応フィナレという名前もあって、最後の14と15だけ、また全額戻ってくるキャンペーンというのが開催されます。ちなみに、10月17のスタートする日にちも、同じようにペイペイジャンボは開催されます。しかも、こちらのペイペイジャンボは、全国のお店であったりとか、ネットが対象なので、とりあえずペイペイが使えるとこであれば、チャンスが巡り巡ってくる可能性があるということですね。まあ、ちょっとギャンブル性は高いんですけども、 で、これが1等から3等までの決済金額の戻ってくるパーセンテージなんですけども、1等であれば100%還元、2等であれば10%還元、で、3等であれば2%還元ということですね。まあ、ちょくちょくね、僕もツイッターでアップすることはあるんですけども、当たっても3等とかであるので、 まぁちょっとね、一等当たるのを僕は見てみたいので、ちょっとこの期間を試しにちょっと使ってみようかなというふうに思ってます。で、この PayPay ペペンボの対象のお店なんですけども、普通に PayPay ペペが使える実店舗のお店、まぁ、あ、スーパーであったりとかコンビニもそうですし、飲食店とかまぁそういったところでも対象と。で、あとネットのストアですね、Yahoo ショッピングとかの Yahoo Japan サービスであったりとか、オンラインで PayPay ペペ決済ができるところであれば、それも一応 PayPay ペペンボの対象ということになります。そして今回 PayPay ペペンボフィナーレもこの請求書払いの対象ということになりますので、 普通にね電気代とか水道代とかガス代とか何かしらの税金をペイペイで決済できるとこであれば普通に決済してもしかするとチャンスがあるかもしれないということですねこれ本当当たったら嬉しいですよねで最後にですね日程だけまとめましたとりあえず10月から開始されるものとして一応ざっと今出しております一応10月の1日からねヤフートラベルのキャンペーンはすでに始まってましてそしてスタートと同時にこの10月の17からざーっとスタート すするもの結構多いです、まあ、僕自身使うものとしたら、とりあえず10月17日、超ペイペイ祭りのオープニングジャンボを試してみたいので、どこかしらのお店でペイペイ決済をしたいなというふうに思ってます。まあ、あとはマクドナルドでね、イペイでのモバイルオーダーができるようになったので、 ま、せっかくね、この10%分が戻ってくるということでしたので、ここもちょっと検証があったらちょっと使ってみようかなっていうふうに検討しているところであります。そして、こちらが11月開始のキャンペーンとなってます。結構11月の方が熱いっていう部分もあるかもしれないですね。まあ、先ほどお伝えした牛角であったりとか、まあ、スカイラークグループのガストとかシャブ用とか。 で、ちょっと先ほどでも動画でお伝えしたサンプル百貨店とかですね。まあ僕はこのサンプル百貨店は多分上限マックスの分ぐらい普通に使うんじゃないかなというふうに考えてます。で、最終的な11月14日と11月15日の超ペーペー祭りのフィナレジャンボですね。これもちょっと試してみたいなと思いますので、まあ結構個人的に利用頻度が高くなるのは11月の方が多いかなっていう感じですかね。 まあぜひですね、先ほどの10月と11月、それぞれ日程で分けてますので、まあスクリーンショットのを撮っていただいて、それぞれ日程を確認していただければなと思います。まあそんなこんなで今回は超ペイペイ祭り年に一度の超お得な1ヶ月間というキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。いやほんとね、ちょっとこのペイペイ祭り結構前ぐらいからね、発表されて、待ち遠しさもあったので、まあこれが実際明日から始まるって考えたらね、ちょっとワクワクするとこではありますね。 まあそれぞれ使うお店によってはね、GoTo トラベルとか、まあ GoToEat キャンペーンとかと組み合わせても使ったら、まあそういったところでもお得になる場合もあるかもしれないので、そこはね、ぜひ事前に調べて、まあ作戦練ってね、お得に使うのが一番ベストなのかなというふうに思います。ちなみに前回お伝えした動画のリンクも下の概要欄に貼ってますので、まだ見られてない方はぜひそちらもチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ということで、最近はね、全然あんまりおまけの動画を撮ってなかったので、まあ、ちょっと久しぶりのおまけ動画なんですけども、こちらね、ツイッターでもちょっとアップしたんですが、あのー、ホットモットですね、お弁当屋さんのホットモットで、なんと、電子マネーがこれまで使えてたんですけども、 最近ですね、僕知ったんですけども、なんと QR コード決済、スマホ決済が対応するようになっておりました。ちょっとね、これ公式の情報が特に見かけてはなかったので、実際の店舗に行ってみて、おお、使えるようになってんだと思ってね、すごいびっくりしたんですけども、今使えるものとしたら、PayPay ペペと AUPay、LINEPay とメルペイディー D バレイと楽天ペイ結構ね、主力となるようなスマホ決済が使えるので、 何かしらのこう、たまったポイントの消化であったりとか、まあ、キャンペーンとかがあればね、それで使ってもいいのかなというふうに思いました。まあ、ほともと自体はね、一人暮らしなので、たまにちょっと利用させていただいてるんですけども、そういった普段からもうね、ほともと利用されてる方はね、もうぜひこの機会にね、スマホ決済、もし対応していればね、使ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで。ありがとうございます。